Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion.ボンジョアトゥースということでですね、今回も伊藤のまあヨタ話というところで、まあ以前から言っているですね、僕は料理や、調理する際とかにいろいろこう考えている中で、まあ、この飲食に関するですね、脳や五感、これの影響だったりとか、まあ、これを、ちょっとこう活用して、より良い飲食の、まあ、環境だったりとか料理の提供とかそういったものを、まあ踏まえていろんな、考えを持ってやっているというところで、前任地の在ジュネーブ国際館日本政府代表部というところでやらせていただいてたコラムの中でもそれぞれの五感にフォーカスして、まあ、ちょっと短いですね、内容なんですけれども浅い内容なんですけれどもフォーカスしてそれぞれの記事を出していますと。で今回ですねその飲食に関する脳と五感の聴覚編ですね。でさらに第一階層とちょっとつけてます。これ何かっていうとそのジュネーブの時のですねコラムの、なんていうんですかね、内容に、もうちょっとその踏み込んだ内容を加えたのが今回の第一回想ですね。まあ、踏み込んだ内容っていうかもともとあったのがちょっと、まあ、読みづらいとかちょっと難しいってことで削除されてしまった部分を、まあ、今回は、踏まえて、含めて紹介しますよというところですね。で第一回想の意味としては、五感に関しても、五感ってこう飲食に関して以外ですね飲食以外に関しても五感に関しては全然分かってないこととか研究段階のものっていっぱいあると思うんですね。なので、これゴールってまずは見えてないんですね。ない。なのでだんだんこう階層を、増やしていく。そういった考えでいいのかなと。なので、今回第一階層としてやって、今後ですねまた、プラスの今日言わない話さない内容をプラスした内容で、第2階層にしたりとか、さらにいろいろな発見とか、さらに僕も勉強したりして、でそれをよりよくですね、料理に反映できるようになってから第2第3第4と、階層を深く、広げていこうかなというようなことで、今回は第1階層と。でまずは五感に関してそれぞれですね第1階層を、やっていこうかなと思ってます。で今回は聴覚ですね。はい。で、今回の目次としてはですね、まず情報量と、一つ目情報量ですね。飲食に関する そのそれぞれ五感の、情報量、聴覚はどのぐらい、何パーセントの情報量が飲食に関わっているのか、そういう話ですね。で、次に作用や狙いとですね、あとネガティブな音の対策。で、具体的に、より具体的にどういった音の色があるのか、どういったものがあるのか、どういった対策をすればいいのか。そういったものとかちょっとだけ話そうと思います。であと結論とポイントですね、いつも通り。はい。ネガティブの音っていうのは、プラスの音を、足していくっていう足し算もありなんですけども、ネガティブの音をなくすっていうですね、引き算することも非常に重要だということなんですね。よりこう自然に、可もなく不可もなくリラックスした、本能的にとか理性的にも含めてなんですけれども、非常にこう自然にリラックスした生物としてですね、その状態を作り出すことがまず大事なので、プラスすることも大事なんですけれども、減らすことも大事ということで、ネガティブな音の対策、これも重要だということですね。であと作用や狙い、こういったものは、その音に関するもので、飲食に関するものがどういった効果があって、それを伊藤はどういう狙いで使ったりしているのか、ここの話ですね。はい。でまずいつも通り、とりあえず結論とポイントからですね、飲食の際のですね、五感からの情報量はですね、聴覚でいうと、2番目に多い数値になります。はい。で2つ目としては、音による味の変化ですねと、今とその先への期待感、これを膨らませることができる。それが音の効果と聴覚による効果ですね。であとは先ほど言ったみたいに、ネガティブな音の排除というところですね。詳しく見ていきたいと思います。一つ目、飲食に関する脳と五感、聴覚第一階層編ですね。飲食の際の情報量なんですけれども、これはですね、飲食の際に聴覚から入るこの情報量、どんな料理でどんな味がするのだろうとか、
そういった情報量としては7から 11% 影響があるとされています。 100% 中ですね。で、なんとこの7から 11% で五感の中では2番目に多い数値になっているんですね。はい、これはちょっと驚きかと思います。もうちょいあってもいいのかなと思います。つまりこれは本当に端的に言うと、味覚や触覚、視覚、嗅覚、これをなくした上で聴覚だけで焼肉屋に行ってどれだけ美味しさが伝わるかっていうのが7から 11% これだけ伝わるってことなんですね。これだけで、まあ、美味しさとか、まあ、ちょっとこの食欲に対する満足感を得られる、これが、聴覚が持つ、パーセンテージとしては7から 11% ということですね。で、次に飲食に関する音の作用と狙いですね。一つ目としては味の想像をかきたててですね、料理への期待感を膨らませることができるということなんですね。まあ、音、先ほど言ったみたいに焼肉とかだったらこう焼いてる音とかひっくり返す音とか、そういう、こう火がパチパチする音、例えば七輪とかで、炭がですね弾ける音だったりとか、こういうことによって、あ、こういう味がするんだろうな、こういう、ジューシーなものが、食べれるんだなとか、そういったですね先の想像ができると。で、想像を膨らませて食欲もかきたてられるし、より、それがあるのとないのとじゃですね、ファーストインプレッションですね、口に入れた時の、感動とか味わいが、倍増するということですね。で、二つ目としてはリラックスさせてですね、多幸感や安らぎを与えると。これも音の効果ですね。つまりこれは料理、ですね、何かを肉を焼く音とか切る音とか、そういうことではなくて、自然のロケーションの中にある音だったりとか、まあ、お店の中で言ったら BGM とか、まあ、いろんな音ありますよね。自然の風の音とか、こういったものも含めてます。食事にはそれも含めての、飲食に関する聴覚なんですけれども、これはもうリラックスさせたり多幸感を与えるっていうのはやっぱり自然の風の音だったりとか、まあ、草木が揺れる音だったりとか、後ほど説明するんですけども、音を分解して考えて、割合を考えたりとか、お店で言ったら、BGM と、まあ、騒音と、認識されてしまう音の、このバランス、これを取ることによって、お客様の会話の、妨げにならないような、範囲を考えると、言ったこと、そういったことをしていくと、こういう、自然の音とかを、ですね、自然に取り入れられて、効果も、期待できるというところですね。で、3つ目としては臨場感やライブ感ですね。これを感じさせて、まあ、参加型の食事になると。まあ、つまりは作り手と食事と食べて、これをつなげるですね、まあ、一体感を感じていただくというところですね。カウンター商売とか特にそうですよね。まあ、お寿司屋さんとか天ぷら屋さんとか。カウンターですね。これは何かを揚げる音だったりとか、何かをザクッて切る音だったりとか、お刺身を、引く音、握る時のですね、まあ、独特の、まあ、音というか、まあ、そうですよね、人が動いてる、ライブで動いてる、目の前の音が捉えられると。でそれがここ目の前に運ばれて、食べる時の自分のその、まあ、ASMR とかありますけど、ああいうようなイメージで自分の食べてる音で、食べてる音プラス次のが来るようなこう音がすると、こういったですね、一体感を作り出してくれるのも音の作用というところですね。で、最後としては、適切な音量やですね、音楽の選択ですね、これによってですね、料理やですね、飲料、まあ、飲み物ですね、お酒とか、そういったものの味や香りっていうのがより、よく味わえるんですね、味とか香りが倍増すると言われています。こういったね、研究結果もあるんですね。音楽によって、でジャズがいいのか、クラシックがいいのか、ポップスがいいのか、ブルースがいいのか、どんな料理にそれが合うのか、音量はとか、そういったものが、もう一歩ちょっとね、別の五感に合わせると、明るさとか雰囲気プラス音や音量、音楽の選択、これで味がどんどん変わってくると、まあ想像つきやすいと思うんですけどね、実際にそういった、数値としてもですね、研究結果があるというところですね。要は地下 の, あのイケイケのクラブの中で、三つ星レストランのゆっくりとしたですね、豪華絢爛な料理を運ばれてもですね、存分に味わえない、 120% 味わえない、そういったようなことですね、適切な環境音量の中で適切な料理を食べると、そうすると味も変わってくるというところですね。で、ネガティブな音の、ね、面ですね、ネガティブな面の音、
これを減らす対策も必要というところですね。例えば一瞬の沈黙ありますよね。教室とかでもありますよね。みんなが喋ってる時にシッこうなんか天使が通った、フランスで言うと、天使が通ったとか言うんですけども、まあ、日本だとお化けが通ったとかいろいろありますよね。あの一瞬の沈黙、あれも非常に不快とされてるんですね。まあ、こういったプレゼンとか、あの必要な時にですね、わざと作り出す、注目をこう向けるためにとか、授業とかでは大事なテクニックでもあるんですけども、飲食に関してはちょっとこの沈黙が良くないとされてます。というのも、例えば居酒屋とかで、この沈黙作られることがあると思うんです。みんなの会話がパッと冷めちゃう時ですね。これどういう時かっていうと、例えば居酒屋とかで、よくラジオ流れてますよね、有線とか。あれで音楽と音楽の間がパッと止まってしまうとき、それにつられてですね、みんな会話がパッと止まってしまう、そして動きも止まってしまう、そういった現象が起きやすいんですね。なのでっていうことは、耳に、非常にこう敏感に感じやすい音量で BGM が流れてしまっているということなんですね。適切じゃない音量ということですね。で、っていう音楽の面でもあるし、会話の面でもあるし、その一瞬の沈黙っていうのは非常にちょっと不快に感じてしまうというところなので、まあ気をつけると。で、逆にですね、生物以外が発する一定の音、これをもですね、不快感を感じるとされています。これは一瞬止まってしまう、途切れる音ですね。で、2番目のこれ今言ったのは、ずっと同じ音が長時間流れてる。同じ、まあ、音量とか音域でですね、これも非常に不快とされてるんですね。これ何かっていうと、人間の会話とか動物の、なんか動きとか、そこから発せられる音はまだ、まあ、揺らぎというか、があって、全然あの不快ではないんですけれども、こう一定音、生物以外、で分かるのは、例えば調理場で言ったらオーブンがずっとうーんって動いてる音だったりとか、冷蔵庫がウィーンってずっと鳴ってる音とか、そういうものですね。これがずっと続くと非常にこう違和感になってくるんですね。なのでこれを気をつけると、例えばオープンキッチンのビストロとかありますよね。でそういうところで、まあ、そのお客さんに近くカウンターの近くにオーブンとか大きな冷蔵庫があると、非常に不快に感じてしまう時があると。だそういった音が出るものは、例えばカウンター商売とはいえ、お客さんから、お客さんが食べる、エリアですね、そこからちょっと離すとか、壁を一枚隔てて向こう側にそういう機械を置くとか、でそういった努力があるといいのかなと思います。はい。で、次に本能的に危険を感じてしまう音っていうのがあるんですね。これは2000から4000ヘルツの間って言われるんですけども、これは、例えば動物とか人間がですね、まあ、不快に感じるんですけども、こう危険を感じてしまうんですね。これ何かっていうと、特に人間の耳の中、人間の耳の中ですね、ここで非常に増幅されやすい音域がこの2000から4000ヘルツをされるんですね。で、これ何に似てるかっていうと、これ本能に働きかけてしまうので、つまり自分たち以外の捕食者の出す威嚇音だったりとか声だったりとか音、これに、まあ、類似してしまうんですね。なので本能的にやばい、怖い、ドキッてしてしまうことなんですね。で、これは何があるかっていうと、例えば、ガラス食器とかのこう擦れる音だったりとか、発泡スチロールが擦れる音とか、ありますよね、嫌な音、黒板引っかく音とか、あれが2000から4000ヘルツ、あれとかだってギャッて一瞬なのに非常に耳に残って、非常に耳の中で響いて嫌ですよね、残るし、それがこの音域なんですね。非常に増幅されやすいと。だからこれは気をつけるというところですね。で、音の適切度を把握するってあるんですけども、音って3つに大体分解されるんですね。それは音量、音質、まあ、音色ですね、と音調、音の高さですね。これの3つに大体分けられると。でこれの割合を、調整できるなら割合を調整してほしいというところで、55:34:11、この割合のものが最も適切なんですね、音、受け入れやすい音とされるんですね。これが大幅にいろいろずれてくると不快になってしまうと、まあ、不協和音になってきたりとか、するということですね。で、異相外の音とか、騒音、これはもうわっていきなりされたらびっくりするのと一緒ですね、まあ、驚き、っていうので、これもですね、要は本能的に、危険を感じますね。
っていうのはこのそれも自然で人間とか動物が生物が生きている上で音って一番最初にこう危険を知らせてくれる感覚の一つなのでこれがこう自分がこう知覚している以外のものや角度から音が発せられたりすると本能的に防衛本能が働いてしまうんですね。なのでリラックスして食べてる間にいきなりガシャーンとかするとうってなって硬直してしまいます。そのですねいい雰囲気の流れっていうのがもう途絶えてしまって一気にですね保守的というか危険を感じながら食事をするような形になっちまうのでこういう異相外の音とか騒音っていうのは避けた方がいいと、されるんですね。はい。でじゃあ実際に他にこうどういう例があるかっていうと例えば耳から入る臨場感とか期待感って先ほど言いましたね。これはですね、例えば、今食べてる音例えばチョコドームをパリッて割る音だったりとか、パイ包みをサクッて割る音だったりとかまあ先ほど言ったみたいに ASMR でこう咀嚼音いい咀嚼音ですよねだったりとか何か開ける音とか割る音とかそういったものの臨場感で今ですよね。でそれを割ることによって今も美味しい楽しいしこれ割ることによって次どんな味がするんだろうっていうその先にもなる。で食べてる間に例えばカウンター商売でこう何か刺身を、引く音とかそういったものを聞こえながらこっちもってなるとさらにあ次はこういうものが来るのかなとでその先も感じられるのが、音のいいところですね。食事は音に関して今とその先を楽しめる、情報材料の一つということですね。で2つ目 F 分の1揺らぎですねに含まれるが含まれるですね音や音楽これを適切な音量とか演出で流してあげるといいと。これかなり前から僕結構こう話したりとかしててそのジュレブのコラムにも最初は元々のですねレジュメには書いてあったんですけどもちょっと内容難しすぎるということで情報量多すぎるということでカットされてしまったんですね。でも皆さんこれもご存知、多分聞いたことあると思うんですね。F 分の1揺らぎって何かって。最近、まあちょっと前から流行ってるですね、鬼滅の刃ですよね。ここで F 分の1揺らぎって出てくるんですよね。親方様の声ですよね。なので今や結構、スタンダードに知ってる人も多いと思うんですけれども、まあこれは何かっていうと、まあ簡単に言ったらその脳のですね、栄転神経って言われるところとかにですね、まあ、作用して、まあドーパミンとか、まあベータエンドルフィンとかこういうのを、まあ分泌させたりとかそういったものをこう刺激して影響を与えてくれる、っていうですねいい効果があるとされる音域というか音色というまあ音ですよね、これが F 分の1揺らぎとされます。でこれは音だけじゃないんですね。 F 分の1揺らぎっていうのはこれ視覚もあるんですね。例えば木の断面、年輪ありますよね。あれ見てると落ち着くとか、こう波がこう波の音もそうなんですけども波のこの崩れる感じで次から次へと来るそして押し寄せるあの動きの揺らぎ視覚の揺らぎこういったものも、視覚から得られる F 分の1揺らぎとされるんですね。なので聴覚以外にもあるんですけれども聴覚は非常に先ほど言ったみたいに本能に作用してくれるので脳にも直接作用してくれるので、非常に効果が高いとされるんですね。で次に、会話以外の騒音プラス BGM イコール45から55デシベル、この音の、まあ、音量というか、が適切とされるというか、まあ、これは僕の45から55デシベルが、いい 音域だろうと音量だろうとされるのが僕の答え、伊藤の答えですね。例えばレストランとかだったら、お客さんが入ってない状態の時に、ちょっと測ってみると音で機械の音だったりとか外の風の音だったりとかいろいろあると思います。その音量を測るとでこれが、仮に30だとしましょう。で、プラス BGM 流そうかなっていう時に BGM を 20dB ぐらいにすると 50dB ぐらいになってこのちょうどいい間になると。これが、適切とされるのかなと思います。というのも、60dB 以上これがですね、要は騒音に、捉えてしまう不快に、感じてしまう音の、まあ、量なんですね。で今度 40dB 以下
になると、これも気になるコソコソ話とかと一緒で、非常にこう気になってしまう不快な音のレベルなんですね。なので、間を取った45から55デシベル、これが最も自然な、リラックスした状態を作り出せる音の量なのかなと、僕は思ってます。なので、まあ、測れるときは測ったりして、お店作りとかすると、よりお客さんリラックスしていただけるのかなと思います。はい、まあ、ただここは伊藤の答えなので、まあ、参考程度にというところですね。はい、ということで、まあ、駆け足できましたけども、まあ、第一回想なので、まあ、そこまで深い話はしてないんですけれども、結論とポイントからですね、戻ります。飲食の際の五感からの情報量、聴覚は2番目に大きい数値と、7から 11%、ここまで作用してますということですね。で、音による味の変化と、まあ、今とその先の期待感ということで、まあ、食べてる最中以外のところでも、非常にですね、その場の、料理のその時の料理とかの味の期待感、味を倍増させてくれるというところですね、料理に関しては、そういった効果があると。で、音による味の変化っていうのは、まあ、そのシチュエーションに合った音楽だったりとか音量、それを整えてあげることによってよりよく味わえる、120% 料理の味は引き立てられるというところですね。で、3つ目、ネガティブな音の排除と。まあ、どれだけいいものを足しても、じゃあ F 分の1揺らぎいいんだとか、あの雰囲気だった音と音量と音楽だって言ったとしても、それだけ揃えてもひたすらね、ガラス食器が削れる音だったりとか、位相外の音がボーンって鳴ったりとか、発泡スチロールがする音とかしてたら意味なくなってしまうので、そういったものをネガティブに感じてしまう音っていうのを排除っていうのも大事ですよというところですね。はい、まあ、ここまでが、まあ、飲食に関するですね、五感聴覚の第一階層というところでした。はい、まあ、駆け足で来てしまいましたけど、まあ、今さらっとですね、そこまで深掘らずにですね、喋ってます。ですので、まあ、またですね、分かりづらかった方はですね、ジュネーブのコラムまだ見れますので、下に貼ってますので、説明欄から飛んでもらって読んでもらうのもいいのかなと思います。で、他の他に関しても、第一回想をやっていきます。そしてコラムよりももう一歩踏み込んだ内容になってますので、コラムでちょっと予習してもらってから、次回以降ですね、嗅覚だったりとか視覚だったりとか、そういうのも、動画として見ていただくのもまたより深い理解になるのかなと思っています。なので皆さんも、ぜひですね、飲食に関する五感と脳というところを気にしながらですね、ちょっと食事してみたり、料理作ってあげたり、シチュエーション作ってあげたりとかですね、すると面白いのかなと思います。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。ボンジュアトゥースということでですね、今回もですね、伊藤のヨタ話、飲食に関するですね、脳と五感ですね、について、今回は嗅覚ですね。で、第一階層と同じく第一階層の話をしていきたいと思います。はい。で、いつも通りですね、結論とポイントからですね、ちょっと、紹介したいと思います。結論とポイントですね、数値以上の期待値が、あるんじゃないかと伊藤は思ってます。で、二つ目、記憶へのアプローチ。これが非常に効果的なんじゃないかなと思ってます。そして、料理以外の香りの影響、こういったものも考えるとより深くなっていくんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ早速ですね、前回と同じですね、聴覚と同じようにですね、飲食の際の情報量ですね、飲食の際に嗅覚から入ってくるその情報量はですね、なんと 2% から 3.5% なんですね。つまりこれはですね、五感の中では4番目の数値なんですね。4番目に多いというか、まあ下から2番目なんですけれども、ですがこの、五感中4番目なんですけども、これは数値以上の期待値が、あるんじゃないかなと、意図は思ってます。そういった話を、紹介したいと思います。はい。で、早速ですね、食事と嗅覚の、関係ですね、これ大きく分けて、2種類に分ける、
られるんじゃないかなと思ってます。一つ目ですね、大きく嗅覚の種類と働きに関してですね、こうちょっと紹介していきたいと思います。で、二つ目ですね、大きく二つ目、香りの種類と成分に関してですね、ここもちょっとちらっと紹介したいと思います。はい。で、まず一つ目ですね、嗅覚の種類と働きに関してなんですけれども、これ美味、美味しさとか幸福感、これにどうつながるのかっていう話なんですけれども、これがですね、一番記憶に残りやすいですね、感覚っていうのは五感の中で、五感以外でも、まあ第六感ってまあおかしいんですけれども、まあ他の感覚として何が一番記憶に残りやすいのか、というとですね、まあ音でもなくてですね、まあ触った感覚でもなくてイメージでもなくて味でもないんですね。一番記憶に残りやすいものって匂いなんですね。だから嗅覚なんですね。つまり、これが一番匂い、嗅覚、こういったものが一番記憶に残りやすいというところなんです。はい。次にですね、嗅覚と、その他の、五感との違いってあるんですけども、まあ、視覚、聴覚、触覚、味覚、これと嗅覚の違いなんですけども、この違いっていうのは脳に関わってきます。脳と五感の話なので、まあ、脳に関わってくるんですけれども、まず脳にはですね、こういった感覚に関して2つに分けられます。1つ目がですね、大脳辺縁系っていう部分があります。これはですね、本能とか、まあ、記憶だったりとか情動、そういったものを司るところなんですけれども、でもう1つが、大脳新皮質っていう部分があります。これはですね、逆に理性的なところを、司ったりするんですけれども、そしてこう記憶の部分、記憶の部分はどこにあるかっていうと、この大脳辺縁系のですね、中に海馬っていうところがあります。海馬は聞いたことあると思うんですけれども、これが大脳辺縁系の中にあるんですね。その海馬に直結してくるんです。香りっていうのは他の、4つの感覚っていうのは、嗅覚以外の感覚っていうのは、まずは大脳新皮質を通って大脳辺縁系を通って、で中にある海馬に行くんですね。でも嗅覚とか香りっていうのはいきなり大脳辺縁系に行って海馬に行くんです。要は大脳新皮質っていうところを通らずに、直結するんですね。なので記憶とか、その本能っていう部分に、直結しやすいっていう部分なんですね。これもまた詳しくちょっと後から喋っていく、紹介していくんですけれども、次にですね、大きく2つ目、香りの種類と、まあ、成分に関してなんですけども、これは食事の瞬間だったりとか、環境からのアプローチ、っていうものがあります。これは、まあ、何かっていうと、まあ、料理とかって普通は、まあ、食材かける食材が料理の香りになりますよね。だからもともと食材が持っている香り、だったりとか、そういったものは食事の瞬間の香りですよね。でその食事の瞬間ってもう一つあって、要は食材かける食材の料理の香りプラス料理かけるインテリアの香りとかっていうのも、まあ、一つのポイントになってくるんですね。例えば、電球だけじゃなくて、各テーブルにろうそくが置いてあるお店とかありますよね。ああいうのってろうそくの香りとか独特のろうの香りとかありますよね。ああいったものも、料理にちょっと関わってきたりするんですね。その他で言えば、例えばテラス席とかですね、あるお店、周りの環境、自分のお店のそのテラス席の周りにはどんな木が植えてあるのか、季節によってどんな花が咲くのか、車は通るのか通らないのか、そういったものも含めて、こう全体的な香りとして、料理と合わせてみると、またより深くですね、一歩二歩深い、ストーリーのですね、コースが作れるんじゃないかなと、料理が作れるんじゃないかなという、面白みもあるんじゃないかと思います。はい。なので料理かける環境の香り、食器の香り、インテリアの香り、そういったものもですね、その食事の瞬間の香りということなんですね。はい。でこれがまた記憶に残りやすかったりすると、はい。まあ、例えばあとは暖炉とかつけてるお店とかも、ありますよね。暖炉の香りとかその薪の香りとかそういったもの独特なので、まあ、そういうものはプラスの香りとして使えるということです。後からネガティブな話もの香りの話もするんですけれども、プラスに使えるものは、よりよく、
こう効率的に使っていくといいんじゃないかなと思います。で、次に成分に関してなんですけれども、成分は、これはですね、一番最初の伊藤のヨタ話の時に、メタバースとか、仮想空間、シンギュラリティとか、そういったものプラスと、飲食に関しての話をしてるんですね。仮想空間と飲食、メタバースと飲食みたいな話を、最初のヨタ話でしてるんですけども、そこでも話してます。香り成分っていうのは分かってるものもたくさんあるんです。無数にあるんですけども、分かってない成分の方が圧倒的に多いんですね。なのでここに関しては今まで通りですね、食材とか、野菜とか、そういったものにフォーカスして喋る動画で、その都度、その香りについて、効果効能を話していきたいなと、紹介していきたいなと思ってますので、こういったところも今後の動画でチェックしていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい。で、目的の違いってあります。目的と狙いですね。目的と狙いですね。一つ目ですね、これをシャーッと、通していきたいと思います。4番目と、言いつつもですね、それ以上の効果が期待できるんじゃないかなと、思ってます。っていうのは、食事をしている瞬間の香りですね。先ほど話した、料理とその情景、ロケーションとかインテリアとかの香り、プラス、その後に最も期待を込めているっていうところが、伊藤の考えなんですけど、これは何かっていうと、次のプルースト効果への期待とアプローチなんですね。で、次にそれは何かっていうと、記憶の植え付けにつながっていきます。はい。で、これは、一つ一つ、さっと回収していくと、その食事をしている香り、ここですね、ここの香りを、要はですね、このその後につなげていくんですけども、その後っていうのは、その食事をした時の、思い出とか記憶ですね。こういったものを数週間後、数ヶ月後、数年後、思い出すときに、匂いからのアプローチができるんですね。っていうのは、プルースト効果っていうものがあります。これは聞いたことあるかもしれないんですけれども、要は、匂いを嗅いで、昔のことをパッと思い出す、瞬間的に思い出す、だったりとか、あ、クレープの香りだとか、その本能とか情動にシャッといくような、香りのアプローチなんですけども、要はパリにいるのになんか地元の朝日の香りがするなとか、そういう香りが、懐かしい香りがするなとか、いろいろ、ご自身皆さんもあると思うんですけども、そういった、香りからの記憶を呼び起こすこと、効果、これをプルスト効果っていうんですね。これを要は、自分のお店だったり料理を提供するところだったり、料理だったりですね、そういったものをですね、このプルスト効果を意識して提供したり考えたり、すると、お店作りとかすると、この要はプルスト効果で、数年後でも数ヶ月後でも思い出していただけるような、期待ができるんじゃないかなと思います。で、そういったものを、記憶の植え付けをしていくと、その都度。で、これはいろんな方法があります。お客様に合わせた、料理を提供してあげたりとか、うちの店はこれだっていう香りを作ってしまうとか、いろんなアプローチの仕方があると思います。はい。で、次にですね、これをさらにこうちょっと深掘りしたものを、この特色として、紹介していきたいと思います。はい。一つ目、過去の記憶を呼び起こす作用が強いと。これはそのプルスト効果とか、そうなんですけれども、昔の地元の、で食べた何かの香りだったりとか、楽しかった思い出の、残る時の食事の香りとかも含めてですし、例えば、なんか見えないものを何かこう探ろうとした時に、触覚、触ってやると時間かかりますよね。これ何だろうって、あの箱の中は何だろうみたいなのとか、触覚だけで探ろうとすると結構難しくて、みんな時間かかりますよね。で、格付けとかでもありますけど、味覚だけで、判断するものとか、そういったものもすごく時間かかって、何だろうなってなるんですけども、匂いに関しては意外とそれらよりも、直結して思い出しやすいんですね。あ、これレモンの香りじゃん、これラベンダーの香りじゃんとか、これ石鹸の香りだとか、そういったものが
呼び起こしやすいと、記憶に残って、それを引っ張り出す力が強いというところですね、休暇に関して。で2つ目は、イメージや色などの、記憶とですね、調和する香りですね、これを知覚することによって、香りはより強く作用するということなんですね。これ何かっていうと、例えば黄色い色を見ました、たときに、黄色いをイメージするのあレモンかなみたいな、あレモンかレモンってああいう味だよなって、もうレモンって言ったらやっぱこの例えば夏だったら季節的にはやっぱレモンのかき氷だなとかで、レモンのかき氷って言ったらやっぱ地元のあの、祭りのあそこのお店だよなとなったりとか、でそういったその色やイメージから香りに直結させて、よりですね、イメージを湧かせることができると、香りが香りの記憶がプラスされることによってですね。でそうすると今食べているものとか、今見ているものってより強くですね、その本能とか情動に訴えかけて、よりこうなんていうんですかね、表現とかこう感情が豊かになってくるという、ことですね。でそれが嗅覚とは匂いの記憶があるかないかで、だいぶ変わってくるというところなんですね。で、特に記憶に、強く残りやすい、事柄として、これ結構ポジティブなことが多いんですね、例えば美味しかった食事もそうですし、楽しかった時のあの時の、花火やってる時のあの香りだったりとか、まあ、有意義に過ごした、まあ、一人旅でもそうだし、友達とかと旅行行った時もそうだし、その時の記憶とかっていうのは、非常に強く残りやすいです。でそれは結構匂いからのアプローチで、残っていることが多いということなんですね。例えばじゃあネガティブな香りを臭いとか、なんだろうな、嫌な香りだなとか臭いなって思うものっていうのは、なんかそれだけでくくってもう片付けられちゃうんですけども、ポジティブな香りっていうのはこれなんだっけなっていう深掘りができるんですね。で連鎖させて、記憶をこう掘り起こしていくこともできる。でつながったところは結局ポジティブで、その場を有意義にしてくれるということ、効果があると、で嗅覚っていうのは遠隔的にですね、受け取る感覚なんですね、っていうのは、まあ、視覚とかもそうじゃないかって思うかもしれないんですけれども、まあ、まず食事に関して言うと、この嗅覚香りっていうのは、要はこれが食べ物なのか食べれないものなのか、食品なのか食材じゃないのか、腐ってるのか腐ってないのか、そういったものがですね、なんですか、そういったこう危険を回避する、安全をこう求めるセンサーみたいな、な役割で、嗅覚はあると。でだからこう体を底面にした時に一番前に出てるのは鼻とか、言われたりするのはそういうところですね。まあはい、まあ、腐ってるもの発酵食品の境目が曖昧みたいな話ももちろんあるんですけれども、それはもう人によって違う、それはもう五感の人によってそれぞれの感覚なんで、まあ、それぞれでいいと思うんですけれども、そういった危険回避をできるですねセンサーを持っているというところなんですね。例えばじゃあ先ほど言ったみたいに視覚も遠隔じゃないかってあるんですけれども、例えば500メートル先見えないけど500メートル先の喫煙所が分かる人みたいなのがなんかこういたりしますよね。例えばあとは2時間前にここの調理場で餃子を焼きましたみたいな時に、2時間後に行ってもそこに餃子とかないわけですよね。でも確かにここで餃子を焼いた香りがすると、これって時間的な遠隔っていうものもあるんですね。物理的な遠隔もそうなんですけども、時間的な遠隔としてもセンサーとして使えると。だ昔の原始の人はあれここ変なあの獰猛な猛獣の香りがするとここ危険かもしれない、まあ、マーキングとかもそうですよね、そういったものを含めて嗅覚っていうのは、食事に関してもそうですけども安全かどうかを調べるですねセンサーとして使われると。で、次ですね、本能に、本能的にですね、目や耳よりも早くですね、その情動やですね、生理的変化をですね、引き起こしやすいというところなんですけれども、これ何かっていうと、例えばピカッて光って、お、なんだってこう、これがこう視覚で察知するですね、ものですよね。で、これなんだ
って言ってこう確かめてからこう逃げるとかなんかこう近づくとかすると思うんですね。で音の場合はバーンってやってちょっとびっくりするけど、え何何ってこうそこからまた考える、うー何ってこうバーンってなってから、あ銃声だとかなんか破裂音だとか考えてから行動、することが多いと思うんですね。でもこの嗅覚に関してはあのもう反射的、あのその視覚は高速、聴覚は音速なんですけども、その嗅覚はですね、その動物、人間としての反射神経的には、あの非常にこうスピードがこうマッチしているというか、高速も音速も人間にとって速すぎるんで、ちょっと、こうタイムラグが発生してしまうんですけど、匂いに関してはちょうどいいこう速さで、さらにこう情動とかね、こういった生理的な、部分に、直結してるんで、本能的にこれやばいみたいなものがこう香りで判断されるんですね。で逆にあの例えば、祭りの屋台で、並んでる時に、焼きそばの屋台に並んでると、でもどっかからかこうカステラとか大判焼きの香りしたら、あもう甘いもん食いてみたいな、あもう次これみたいなっていう、もうその生理的現象ですよね、もう甘いもの食べるとか食べたい浄土、今もうまさにこのしょっぱいもの並んでるのにもう甘いもの食べたいもう無理みたいになってしまうのは香りからのアプローチの方が強いというところですね。で最後に海馬にですね、直結されるためですね、本人の意思に関係なく記憶に保存されるというところなんですけども、覚えようとしなくても嗅覚って勝手にこうデータ保存されることが多いんですね。なのでどっかで嗅いだ香りだなというような経験が多いと思うんですね。それはそういうことですね。自分が覚えようと思って勉強しようと思って覚えるものじゃなくて、何かの拍子に勝手に記憶されていることが多いと。で記憶に残りやすいんで、後々思い返した時に、思い返しやすいと、匂いからのアプローチだということですね。ノートをどれだけ見て覚えてもやっぱり、数ヶ月後、1年後とかだとやっぱ思い出せないこと多いと思うんですね。でも匂いからだと、あこれあの時のあそこの香りじゃんってやっぱなりやすいというところですね。はい。ちょっと下りましたね。ネガティブ、最後ですね。ネガティブな部分の排除、これはですね、聴覚と同じく必要になってきます。これは2つあると思います。内部からの香りと外部からの香りですね。まず内部からの香り、これは食材がもともと持っている臭みだったりとか独特の香りですね。強すぎる香り、ポジティブなものでもやっぱなんかラベンダーの香りとかハーブの香りとかミントの香りでも強すぎるとちょっと不快ですよね。そういったものを気をつけるというところですね。食材に関しては自然のものなので、どれだけ臭み消しとかマリネとかしてもやっぱそれから火を通して改めて食べてみるとやっぱりこう残ってしまう香りとか排除しきれないものがあるんですけど、まあ、努力する必要があると。で外部からの香りなんですけど、これは、水道水の香りだったりとか井戸水の香りだったりとか、ペーパー臭って書いてありますけど、まあ、ヨーロッパとか特にそうなんですよ。キッチンペーパーとか無臭のはずなのに香りがついてるって書いてないのに、なんかこう独特の香りがしたりするんですね。そういったもので例えば食器を拭いたりとか食材の水分を拭いたりするとそれに移ってしまうと、非常に使いにくいですね。であと最後に洗剤の香りですね。これはもちろんこう食器とかの、すすぎ、残し、洗い残しみたいなもんですね。そこに料理を持ってしまうと、なんか洗剤臭が、お肉料理なのにすごいなんかこうスースーする洗剤臭がするなみたいなとか、そういったことになってしまうんですね。で、食器だけじゃないですね。食器を拭く布巾とかトルション、そういったものもですね、洗剤が強すぎると香りが残ってしまいます。で、それで食器とかやっぱ拭いてしまうと、料理を持った時に、香りが残ってしまうと。で、料理持った時に大体こう、まあ、温かいお皿とか特になんですけども、温度を高くすると香りって強くこう感じてしまうので、特に肉料理とか温かい料理は変な香りがあるとすぐに、料理本体の香りと別のところからネガティブな香りが発生してしまうというところで気をつけなきゃいけない部分ですね、ここは。で、こういったものを要は料理に反映しない排除する部分、そういった努力が必要っていうことですね。はい。
ということで、結論のポイントに戻ります。だいぶですね、ちょっと途中ぐだっちゃいましたけど、申し訳ないですね。数値以上の期待値ですね。これ何かっていうと、要は、この数値は食べてるとき、その場の瞬間の、情報量ですね。だから4番目なんですけれども、僕が期待しているのは、その、次の記憶へのアプローチにも入ってくるんですけれども、要は、食べた後、数時間後、数日後、数週間後、数ヶ月後、数年後、そういったときにパッと思い出していただけたりとか、また食べたいと思い出すときに、やっぱり香りからのアプローチが非常に強いと、まあ、言い方は悪いですけども、使えるというところですね。そこに、こう、フォーカスしてポイントを置いておくと、まあ、こう、そんなのこう関係ないんじゃないかっていう否定的な意見もあると思うんですけども、まあでも1になる可能性の種をまいとくのと何もしないのとじゃやっぱこう結果こう変わってくると思うんで、やらないよりはやった方がいいと思う。結果ゼロのままでも 0.5 でも 1でもなる可能性のものは投げておくと、そういった意味で数値以上の期待を込めて香りのアプローチをしていくというところですね。で、二つ目、記憶のアプローチですね。これは、今言ったその後のアプローチもそうなんですけれども、過去の記憶へのアプローチもそうなんですね。つまり、そのお客様が、どのような、ところで育って、どのようなものを食べてきたのか、どのようなものが美味しいと思う人なのか、過去の記憶を、ちょっとですね、遡る、サーチしてあげて、それにですね、準じたような香りをすると、香りをつけた、何ですかね、料理、そういった香りのアプローチをすると、こう類似してですね、あ、これなんか懐かしい、美味しいみたいなですね、その情動にですね、アプローチすることもできると。要は、その先のへのアプローチもそうなんですけども、過去の記憶へのアプローチも重要なのかなと僕は思ってます。まあ、そういうふうなことで料理を考えることもですね、まあ、この工程の料理では僕はよくやってます。だから、こう、お客さんをサーチしたりして、どこの出身なのかなとか、どういったものが好みなのかなとか、いろいろサーチして、料理考えることも多いです。はい。で、全くそのまま同じような料理を出すんじゃなくて、それと類似したような材料を使って、類似したような調理の仕方とか、調味料を使って、別のものを作ってあげると、またですね、ちょっと面白いことが、まあ、関わってくるので、まあ、それは第二階層とか、そっちの話になってきますね。はい。で、最後、料理以外の香りの影響ということで、これはネガティブな部分もポジティブな部分ですね。ネガティブな部分はできるだけ排除するように努力すると。で、このプラスの部分っていうのは、まあ、そのインテリア、料理プラスインテリアの香りだったり、ロウの香りだったりとか、まあ、テラス、オープン席なら、周りにどんな木があるのか、どんな花が咲いているのか、動物がこう行き交うのか車が行き交うのか、そういった環境を考えて、より一歩二歩踏み込んだ、料理構成でコース料理とかストーリーを組み立てていくと、そこにしかないですね、食事の時間、そこにしかない料理っていうのを、生み出せる、きっかけになるんじゃないかなと、まあ、思います。なので、こういった意味でもいろんなもののその空間の香りっていうものを考えるとよりよく、そして面白く楽しくなっていくんじゃないかなと、まあ意図は思ってます。はい。ということでですね、少しでもちょっと匂い香りとかにですね関心を持っていただけると面白いのかなと思います。ということでですね、今回はこんな感じでした。途中ですねちょっとぐだってしまいましたけど、申し訳ありませんでした。まあ次回、はまたヨタ話で五感の一階層やりたいと思います。それではボンジュガトゥースということでですね、今回はですね、まあ、伊藤のヨタ話の引き続きですね、飲食に関わる五感との、まあ、脳と五感って書いてありますけどもの、今回は食感ですね。で、まあ、前の回と引き続きですね、第一階層、ここから始めていきたいと思います。はい。ということでいつも通りですね、結論とポイントからちょっと話していきたいと思います。一つ目ですね、嗅覚とですね同等の情報量があると、まあ、飲食に関するですね、飲食、まあ、食事している時のその食感から得られるですね、まあ、その美味しいとか、ポジティブな情報量っていうのは、まあ、
嗅覚と同じぐらいありますよというところですね。で、2つ目ですね、幅広いアプローチの可能性があると。というのもですね、まあ、後ほどまたちょっとちらっと説明しますけども、触覚っていうものは、いまだにこう、解明されてないことが多いので、これからいろんなことが発見されていくと、さらにですね、いろんなアプローチの仕方、可能性が増えてくるんじゃないかと思ってます。はい。で、触感。触感からですね、感情へのアクセスと。これ触覚、つまり触感なんですけども、この触感から、なんとですね、この感覚、触覚、触感、この触れをこう物理的感覚から真逆の感情へというものへのですね、アクセス。これをですね、僕はちょっと、頭に入れて、こう、アプローチを考えたりもしてますというところですね。そこをちょっと今回第一階層の、まあ、ベースとして、喋っていきたいと思います。はい。で、早速ですね、あ、これですね。飲食の際のですね、情報量、一つ目ですね。これはですね、飲食の際に食感から入る情報量、これはですね、1.5 から 3% と、言われてます。これはですね、まあ大体嗅覚と同じぐらいですね。はい、この間を、行き来してます。で、まあ五感の中ではですね、同じく、3、4番目の、効果が、あると、されてますね。まあ情報量の多さ、4番目としてます。で、次にですね、触覚についてですね、ちょっと、お話ししていきたいなと思ってます。一つ目はですね、この、体勢感覚と言われるですね、ものの、総称であるためですね、かなり幅広いんですね、この意味としては。なので、詳しく分かってないところが、多いんですね、触覚に関しては。なので、まだまだ、先ほど言ったみたいに可能性はあるというところですね。で、二つ目として、飲食に関してですね、まあ、この伊藤がですね、注視している部分、これはですね、5つあります。っていうのがですね、一角と圧角、振動角ですね、あと痛角と温度角、この、5個の感覚、ここのアプローチというか、まあ、ここを気にして、ちょっと、料理を作ったり、アプローチを考えたりしてますと。いうところですね。で、三つ目ですね。食事に関して、最も使用される、部位としてですね、口腔感覚っていうものがあります。まあ、そこをですね、まあ、注視して、アプローチを考えたり、料理を考えたりします。まあ、それはそうですよね。口腔感覚、まあ、口なんですけれども、まあ、口外部、唇から、中の話なんですけれども、まあ、その他には何があるかって言ったら、まあ、手とか、まあ、足とかの触覚ある感覚あるんですけども、手はじゃあ何かっていうと、ナイフフォークで何か切ったりとか刺したりとか、箸で何か持ったり掴んだりした時に、伝わる感覚、これがですね、手とかから、伝わる感覚なんですけれども、まあ、それはですね、今回第一階層では話さないというところなんですけども、まあ、そういった感覚からも食事って影響しますよねっていうところですね。何かを持ったりとかですね、そういうするところですね。で、4つ目としては、食事に関しての、触覚、まあ、つまり触感なんですけれども、これはですね、唇から喉にかけてまでの感覚と、捉えて、僕はちょっと考えてます。そこはですね、押さえて、置いておきたいなというところですね。で、次ですね、まあ、飲食に関して触覚からアプローチするその目的と狙い、これ意図がちょっと何を考えているかというところですね。第一階層としてはこの驚きですね。触覚、触感、これの驚きによって、まあ、驚きという調味料を生み出すというところですね。はい、これ驚き、これも調味料の一つになり得ると、考えています。つまりどういうことかというと、二つ目ですね。驚き、これつまりはですね、感情へのアクセスなんですね。で、感情へ、アクセス。で、そこから好奇的感情へのアプローチに、していくと。まあ、驚くってことは、つまりこう、まあ、好奇心が刺激されるってことですよね。そこにアプローチしていくというところなんですよ。何これとか、あまりネガティブな感情へにはならないと思うんですね。食事に関しての驚きっていうのは。で、三つ目として、その感情っていうのは感覚とは違ってですね、自分以外の誰かに共有できるものなんですね。食事ではないですけども、誰かと友達といて、僕は蜂に刺されましたと。
言った時に、この蜂の刺され、蜂に刺された痛み自体は、その共有できないですけども、痛いなとか痛そうだなとか、辛いよねとか、そういった感情面とかっていうのは共有できる部分なんですね。それと一緒で、食事の時は美味しいとか楽しいとか、これすごいねとか、なんかこれびっくりする味だねとか、食感だねみたいな、そういったことは、そういった感情っていうのは 共有できるんですね。なので、よりですね、楽しさとか、その好奇的感情っていうのはだんだん膨らんでいくというところですね、食事をしている間に。で、最後4つ目としては、好奇的感情ですね。これはですね、疲労とか疲れ、こういったもののですね、真逆の感情なんですね。で、それが、まあ、好奇的感情は真逆なので、ポジティブな影響を広げるというところなんですけれども、まあ、仕事ね、して、疲れたって言って飲みに行きますよね。で、楽しくなって、疲れ忘れますよね。まあ、簡単に言うとそういうことですね。はい。楽しいとか好奇的感情っていうのは疲れを吹っ飛ばしてくれる。まあ、これはもうごまかしている部分もあるんですけども、まあ、そういった効果も、その食感、驚きとかから感情へアクセスすると、そうすると疲労とかを忘れ、安くするようなこう道しるべにしていってあげるというところも、まあ、若干考えてますというところですね。で、まあ、第一階層としてはですね、そのどこからアプローチするかっていうと、テクスチャーと温度、これに僕は、まあ、伊藤はですね、注目してます。で、まあ、テクスチャー、これに関しては大きく2種類あると思っていて、一つ目がですね、歯根膜センサー。これは歯とか歯茎からのこの刺激だったりとか、まあ、その、まあ、硬さ、柔らかさ、とか振動とか、そういった、部分ですね。で、次に二つ目として、口内粘膜下センサーっていうところなんですけど、これ何かっていうと、まあ、唇とかから、まあ、喉にかけてって先ほど言ったと思うんですけども、これに関しては喉とか舌、これに、こう接する時の、まあ、感覚なんですね。これは歯と歯茎、1個目は。2つ目は舌と喉とかですね、ここも大事だというところですね。はい。で、じゃあもうちょっと詳しくですね、テクスチャーと温度のアプローチ、どういうものがあるのかというとですね、まずテクスチャーから話していきたいと思います。これはですね、一つ目はですね、硬さや厚み、素材の性質ありますよね。これをギャップをつけると。で、そのギャップを利用して、不均一性をこう表現すると。そうすると、いい緩急になって、これがまた好奇的感情とかにアプローチしていくというところなんです。例えば、ブリュレとかですね、パリッと割ってトロッとするとか、まあ、そういった部分ですね。あと、泡のソースとか、しっかりすくえてしっかり口に運べるんだけど、口に入れたらファッて消えると、そういったですね、ギャップ、性質のギャップですね、そういったものを、緩急つけるとまた好奇的感情にアプローチできると。で、二つ目としては同質の硬さと厚み、これを断続的に続けることによって、逆にですね、均一性ですね、これから脳内にこう、まあ、ドーパミン発生させるような、まあ、なんていうんですかね、こうアプローチをしていくというところですね。まあ、例えばミルフィーユとか、まあ、卵系、魚卵とか同じような大きさのが断続的に続くものありますよね。そういったものってやっぱこう脳が、よくいい意味で刺激されるんですね。で、ドーパミンとかに、こうアプローチしていくというところが、まあ、あるようですね。はい。で、僕もまあそれを、まあ、参考にして、やったり、考えたりしますというところですね。で、温度へのアプローチなんですけども、これはですね、温度差、これをつけることによってメリハリとか感覚のズレ、こういったものを起こしやすくすると、そうするとですね、脳内にですね、アドレナリンがこう分泌してくるんですね。で、これを好奇的感覚と楽しさを、さらに感じさせるというところなんですけども、まあ、アフォガートとか、冷たいアイスに温かいコーヒーとか、温かいクレープに冷たいアイス乗せたりとか、まあ、パンケーキにね、冷たいフルーツとか、アイス乗せるとか、まあ、そういった、この温度差、これのメリハリって、やっぱ美味しく感じるし、なんか楽しくなりますよね。まあ、そういった、捉え方をしていただければ理解が、しやすいのかなと思います。はい。で、最後ですね。その他、その他のところで僕はまた、ちょっと注目しているところとするとですね、情報と現実、これのギャップですね。ここにアプローチをかけると。そうすると、まあ、既に知っている食感とか、
情報、これと違う形でそれを提供することによって、このイメージとか実際の食感、これのギャップで好奇心を刺激するというところなんですけれども、なんか本当に、例えば唐辛子の形してるのに甘いとか、なんだろう、なんかキュウリが、キュウリの味とか香りとかって分かりますよね。キュウリが出てきてるはずなのになんかキュウリと違うような、なんか食感、自分の知ってるキュウリと違う食感だったりとか、そういうすでに、こうだよ、これはこういう味だよね、これはこういう食感だよねとか、これってこういう温度だよねとかっていうバイアスがある。そのバイアスと真逆のことをしてあげると、それはまたギャップで、何これっていう驚きになると。つまり好奇心ですね。こういったところにも、いろんな要素が、もう散りばめられていて、アプローチするですね、入り口の一つとされ、僕は考えています。で、次にですね、食感とか温度、イメージ、このギャップが、あるためですね、そういうふうに、ギャップをつけて提供した場合ですね、その時にですね、そういうギャップがあるためですね、一皿、この一つのお皿を食べ進めていく中で最後まで飽きさせないと。まずで、飽きさせないプラス、こう依存感、これを誘うと、なんかこうギャップが2個3個、4個、最後まで続いた後にですね、あ、こんな食感もある、あ、こんな味もある、こんなってやって、次はってやってるうちに楽しいうちになくなってしまうと。そうすると、あ、もうなくなっちゃったというような依存感もですね、作ることができると。すごくこう簡単に言うと、何でしょうね、例えば一つのメインのお皿にお肉が真ん中にドンとあると。で、付け合わせのテーマを人参にしたとして、生の人参、茹でただけの人参、人参のピューレで、ソースを人参ですね、だったりとか、人参のですね、なんか、プディングみたいなのをサレをですね、添えてあげたりとか、人参の泡をやってあげたりとか、そういったいろんな食感とか、温度とかも変えて、そうすることによって、こういろんなこう組み合わせ方で食べ進めていけると。で、試しているうちになくなってしまう。そういうような、簡単に言ったらそういうような感じですね。なのでですね、一つの皿にそういったギャップをいろいろ、詰め込みすぎても疲れちゃうし、例えばワインと一緒に飲んでる時とか、それに合うね、ものっていうのもあるので、やりすぎもそうなんです。よくはないんですけれども、いろんな形でアプローチはできますよね、というところですね。はい。この第一階層としては、ざっとこんな感じですね。触覚。はい。結論のポイントに戻ってですね、嗅覚と同等の情報量と、大体 1.5 から 3% ぐらい、これぐらいの影響があるとされてますね。で、幅広いアプローチの可能性ということ、分かってないこともたくさんあります。でも分かってるだけでも、いろんな角度、いろんな、出入り口があります。そこからのアプローチですね。で、今すごく好奇心とか好奇的感情、ここにですね、非常に注視してやっていったと思うんですけれども、その他にもですね、別のところの感情へのアプローチ、脳へのアプローチだったりとか、もうその食感だけでダイレクトで、与えるですね、いい情報の与え方とか、そういったことも、まだまだあると思いますし、ありますので、そういったものを、ちょっと触覚っていうものもですね、考えながら、食事とかしていただくと、よりなんかこう楽しめるんじゃないかなと思います。それは温度も一緒ですね、はい。で、最後に食感から感情へのアクセスというところで、今言ったみたいに、食感から驚きからこう美味しいよねって、これってこうじゃないとか、こんなんなんだとか、すごい溶けた、口の中でとろけたとか、この温度差がいいよねとか、そういった感情とか、共有できるもの、こういったものを生み出せる力があるというところですね、はい。特に食感は僕はそれがあると思います、はい。ということでですね、1,2,3 個やってきましたけど、今回は触覚でした。触覚もですね、いろいろやっぱりあるので、今後ですね、明日からでも、いろんな硬さとか、温度とか気にしながら、食事していただくとですね、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思いますので、
ぜひちょっと目を向けてみてください。ということで、今回はこんな感じですね。ありがとうございました。アラポコシェノファボンジュガトゥースということでですね、今回は伊藤のヨタ話ですねのシリーズで、飲食に関する五感と脳のシリーズですね。で今回は味覚の同じく第一階層というところから喋っていきたいと思います。はい。でいつも通りですね、結論とポイントですね、1つ目、1% の、重要性というところですね。はい。で2つ目がですね、ゴミと4種類の、効果を利用するというところですね。お3つ目、作りたい料理、まあ、だけではなく、まあ、季節やお客様個人それぞれのですね、その解像度っていうものを考慮して今後いろいろ考えていくと、また発展していくのかなというところですね。季節の部分なんですけれども、もちろん料理人の皆さんがこう季節の食材を使って、それに合った料理、お皿を考える、アプローチ考える、盛り付けを考える、っていうふうにやっているということはもちろん大前提なんですけども、今回味覚の話ですので、味覚と季節の関係というところに、まあちょっと着目するとまた面白いですというところですね。で他の、なんていうんですかね、世界でもその料理関係じゃ飲食業界だけじゃなくても他のところでもそうなんですけども、よりそのパーソナライズ化っていうのが、まあ、ちょっと飲食業界は遅れているのかなというところなので、よりねそこに注目していくといいのかなと、皆様にお客様に平等のホスピタリティを与えるっていうのがこれまでの大前提だったりとか大正解だと思ってたと思うというか、まあそれが未だに正解だと思うんですけれども、そこからまたやっぱりパーソナライズっていうふうにしていく、これがまた第一段階次のステップなんじゃないかなと僕は考えているので、はい、こういうふうな、まあ前提で喋っていくかなというところですね。はい。それといつも通りですね、いいねだけお願いします。で早速ですね、飲食に関する五感と脳ですね、味覚第一階層の一つ目ですね、飲食の際の情報量というところですね。飲食の際に味覚から入る情報量はですね 0% から 1% の間と、言われています。でこれ五感の中ではなんとですね最も少ない数値というところで、まあびっくりする方もですねいらっしゃるかと思いますし、すでに知っていましたという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあでも一つ驚く部分ではあるのかなと思います。はい。で次、味覚についてですねちょっとさっと、表面上紹介しようかなというところなんですけども、食事をする上でですね、その一番に影響がありそうなですよね、味覚、それがですねなんとまあ 0% とは言ったんですが 0.1% から 1% の間しかないというところですね。これは驚く方は多いのかなと思います。で、その 1% の重要性、これにフォーカスしていくとまた面白いんじゃないかなというところですね。で、3つ目としては、現在はゴミに、大別されると。まあ、これもご存知だと思います。甘み、塩味、酸味、苦味、旨味ですね。これに大別されると。で、次にですね、近年では第6の味覚っていうものが研究されてます。これ何かっていうと、カルシウム味っていうものが研究されています。後ほど、詳しく紹介します。で、最後に季節によりですね、味覚が変化するというところで、まあ、簡単に言ったらですね、四季、春、夏、秋、冬。で、ちょっとずつ人間の味覚って変わってくるんだよと。で、まあ、そういう周期があるんだよというところですね。それも、後ほど詳しくですね、具体的な例を出したいと思います。で、次に、3つ目、1% の味覚にですね、どう効果的なアプローチをするのかというところですね。これにはですね、まあ、今回第一階層としては、この効果、4つの効果に絞りたいと思います。何かというと、相乗効果、対比効果、抑制効果、偏重効果っていうものですね。はい。まあ、一つ一つちょっと深掘っていこうと思うんですけども、まあ、具体例を出していこうと思うんですけども、相乗効果ですね。これは何かというと、同じ系統のものを2種類以上ですね、合わせるとより一層こう旨味とか、味ですね、そのアプローチした味が強調されるというところですね。これは何かというと、まあ代表的な例で言うと旨味足す旨味
がイコールかけるみたいになるっていうところですね。何かっていうと、まあ、和食で言ったら出汁ですね。鰹節、鰹だし、イノシン酸、昆布だし、グルタミン酸、旨味の旨味合わせると、みたいなところですね。有名な話ですけども。でそういうことですね。相乗効果。で、対比効果ですね。2種類以上の違う味。これ合わせると、合わせた時にですね、片方もしくは両方の、味が強調されるというところですね。これはまあ、例えば、スイカに塩みたいなところですね。そうすると、どちらかが強調されるというところですね。より甘くなったり。で、次に抑制効果ですね。これは、2つ以上の、違う味。これを合わせた時に、片方もしくは両方ですね。が、まあ、弱められるというところですね。例えば、コーヒーですね。苦味に、甘みの砂糖を入れると苦味がちょっと抑えられますよね。まあそういったことです。抑制効果。で、変調効果ですね。これは2種類以上の違う味ですね。同じく。これを続けて食べると、後に食べた方の味が変化するっていうところですね。何かというと、甘いものを食べた後に酸っぱいものを食べるとより酸っぱく感じるとか、塩を舐めた後に水飲むとちょっと甘く感じるとか、例えば、シナリン効果ですね。アーティチョークとか、ミラクルフルーツ。こういったものを食べた後に、何か別のものを食べると、なぜか甘くなるとか。そういった、ものが変調効果ですね。この4つ。この4つちょっとは、まあ、第一階層では、フォーカスするのが面白いんじゃないかなと。まあ、より簡単に、すぐに取り掛かれるようなものなんじゃないかと思います。はい。で次です、味覚の第一階層としてですね、この4つにプラスしてというところなんですけれども、やはり純粋にですね、まずは舌へのアプローチ、これをですね重要に、こうフォーカスしてそこに要点を置いて、攻めていく考えていくっていうのが、まあ、一番わかりやすいのかなと。で次にゴミとバックグラウンドってあるんですけれども、ゴミ先ほど言ったですね、ありますね、ゴミ、甘み塩味酸味苦味旨味ですね、とバックグラウンド、これ何かっていうと、与田話の2本目の動画で、まあ、伊藤の考える重要な調味料みたいなところがあるんです、動画があるんですけども、そこでもちらっと言ってるんですけども、その食べ手側の個々人のバックグラウンド、これが重要なんじゃないかなというところで、例えば日本で言うと、まあ、京料理、京都の人とかだと、どれだけ素材の雑味を抜いて旨味を残して素材の味香りを残すか、でプラスどれだけ別からの旨味をプラスするかっていう、相乗効果ですね、このアプローチは好きです。まあ、好んでる。まあ、そういうアプローチで育ってきているというところに、そういう方に対しては、旨味でアプローチしていくと、よりこう、こう、わかりやすい、はまりやすいですね。味覚がこう感じやすい、そういったところがあるんじゃないかなと。だから、旨味、別の角度の、京料理とは別の角度の旨味の組み合わせだったりとかで、こう、アプローチしてみても、分かりやすく、あ、こんなうまみがあるんだっていうふうな、こう、解像度がパッと上がる。一段飛ばし、二段飛ばしっていうのが、できるんじゃないかな。例えば、東北地方だったりすると、海産物とか、特にですね、塩漬けですね、で、貯蔵したりとか、保存食みたいなふうにですね、長く貯蔵できるものを、昔から、こう、作っていたり、家庭で、家庭の食事で出したりとか。あると思います。なので、塩味に対してはかなり、寛容的、いろんなこう、塩味に対してこう敏感だったりとか、こう、味の、塩味だけでもいろんな塩味がこう、より他の地域の人よりも解像度が高かったりすると。そういった人には、まあ、その、強弱ではなくて、横幅で、こう、アプローチしていくと、また面白いんじゃないかな。だ関東だったら家庭料理が、逆にちょっと他よりもちょっと甘めだよねというところで言うと、そっちの方が、そっちでこうアプローチしていった方が、よりですね、分かりやすいんじゃないかなと。分かりやすくこう味覚の段階が上がっていくんじゃないかというところですね。そういった意味でも、バックグラウンド、どういう、もっと広く言えばどういう国でどういうものを食べてきたのか、とか、考えるのも、一つ、第一階層としては、まあ、取り組みやすいものなのか。いうところですね。で、次ですね、一つの皿と
コース全体で、まあ、流れをというところで、これも味覚です、僕が言ってるのは。もちろん皆さん、あのプロの料理人さんの方は一皿一皿今節丁寧にいろいろ考え、長時間考え、長尺して、熟考して考えて作って、素晴らしいお皿を作ってます。でそれをいろんいっぱい作って、その点をですね、絶妙な流れで、自分たちのこう表現したいものとして、提供している。 100%120% の力でやっている。それはもう大前提で分かってるんですけれども、今回味覚の話ですので、味覚に対して、まあ、どれだけこう一皿に対してこうテーマを設けて、例えばさ、酸味でいくのか塩味でいくのかだったりとか、2つ以上のものを合わせてこういう効果でいくのかっていうのをよりこう突き詰めて解像度を高くした一品、それを点として何個か作って、それをまたですね、こういろんな流れ、まあ、作りハーモニーだったりとか、そういうこうリズム感を作るのかっていう流れとかをこうどれだけこう解像度高くいくのか、そこがまた、ちょっと一歩立ち止まって見直すと、一歩先に行けるのかと、上の段階に上がるとかじゃなくて、ちょっと先に進めるのかなというところですね。で、近年の風潮として、風潮ですね、があります。あると思います。で、それを改めて、まあ、その他のですね、ゴミや4つの効果、こういったものを、ちょっと立ち止まってもう一回考慮することが大事なのかなと。というのも、まあ、何かというと、まあ、ここ、まあ、8年ぐらい、まあ、ヨーロッパにいて、10年弱いて、で、いろんな、こう、ヨーロッパ中の星付きレストランとか、いろんな、まあ、それ、星がついてないところもそうですけど、いろんなところも食べ歩いてきて、日本にいるときももちろん、積極的に食べ歩きとかしてました。それは別に、和洋中関係なく。で、やっぱり、こう、星付きレストランとかでもそうですし、かなりこう、今、最近の風潮として、酸味と、旨味もうなんかこれだけで作ってしまってる風潮、流行りみたいなのがすごく長くて、ですごくもう短絡的だと思うんですね。でデザート、パティスリーとかでも結構もう酸っぱいで終わってしまう、酸味じゃなくて酸っぱいで終わってしまうようなデザートとかがもうありふれてしまってるような印象があります。チョコとかでもそうです。ショコラとかでもそうなんですけども、まあ、その風潮がちょっと長いのかなと。で、その星付きレストランでもですね、アミューズからデザートまでずっと酸っぱいじゃんみたいな、コースももちろん食べたことあります。それはそれで勉強になりましたし、美味しいし、それはそれありだと思います。それがそのレストランの、提供したいテーマであり、シェフの色なので、それはそれで100として僕は受け取ってるんですけども、全然否定とか全くなく、ただその色がかなりこう流行りすぎていて、こう何のこう比べようもないというか、色が全くないような感じですね。なので改めて塩味とか、苦味とか、さらに別の旨味をこうちょっとアプローチしてみるとか、重要なのかなと。あと甘みをうまく使うっていうところですね。でプラスこの4種類の効果を考慮していくというところですね。もちろんその紀元前とか、まあ、紀元何百年とか、まあ、千何年とか、まあ、何千年間ですよねっていうのは、本当はるか昔から何千二三千年っていうのは、もちろんうまみっていうのは最近日本人がね、発見したものですから、そんなの知らないですよ。で苦味、これは昔は毒の味とされていたので、決して食べなかったんです。なので、こんなの食べなかった。苦味。で、甘みっていうのは知っていました。動物だって知ってました。で、人間になるような、哺乳類とか、霊長類みたいなものたちも知ってました。ただ、結局それ進んでいくと甘みっていうのは権力者しか食べれなくなるような、高級なものだったので、一生甘いっていうものを知らずに死ぬ方の方が割合は昔は多かったです。で、ということは甘みってより身近ではなかったんですね。でそれを考えると塩味と酸味って紀元前の頃からずっと人間に寄り添ってきた味で、まあ、何かというと貯蔵のためですよね、長期保存のために酸味と塩味を利用してきたってところなんですけれども、
そういった意味では今原点回帰してます、してますけれども、改めてですね、やっぱ先ほど言ったみたいに塩塩味、これの解像度を上げていくことによってかなり、世界がさらに料理人も食べても広がるんじゃないかなというところですね。でそういった意味では改めて別のゴミだったりとか、そのゴミに対するですね、組み合わせだったりとか、まあ、一つずつでもいいですよね、そういったものでこういう効果を利用して、解像度を上げていくっていうのが、まあまあ、今後発展につながるんじゃないかなと思います。で、最後ですね、複雑なアプローチを目指すにはですね、やっぱりこう単調的なところから段階的に解像度を上げていく、またはですね、すでに解像度が高いお客様に複雑なアプローチな、料理を出すと、提供するというところが、やっぱりまたそのパーソナライズの話になってくるんですけども、やっぱりこう複雑、どうしてもプロの料理人さんが突き詰めて考えてしまうと、やっぱりちょっと複雑になりがちだと思うんですよね。すごくそれはそれで美味しいと思うんですよ。すごくいいと思うんです、色も出て。でもこれがこの解像度が低い方が食べてしまうと、なんだこれってやっぱなっちゃうんですよね。例えば普段コンビニの、お弁当でお昼ご飯食べている方とか、まあ普通、まあ大半だと思うんですけども、そういう人たちが何かのきっかけで星付きレストランに食べに行くと、まあ、結婚式でもいいですし、何か当たったとか誘われたとかでもいいんですけど、星付きレストランに行きましたと、三つ星の。そこで提供される料理に対して解像度がもともと低いので、わかんないですよね。え、これって美味しいのみたいな。これ美味しいっていうの、これ星付きなのみたいな。っていうふうな、こう、複雑なアプローチに対しての耐性ができてないので、ちょっとこう、逆にこうマイナスな、ね、イメージがこのレストランとか提供してる側のイメージになってしまうんじゃないかなというところですね。で、そういった複雑なアプローチとか、このシグニチャー料理とかを、提供する場合は、すでに、解像度の高いお客様に提供すると、その方が、まあ、より安全なんじゃないかなと。じゃあこの短絡的なところから段階的にというのは何かというと、例えば完全会員制とか予約制にするとか、まあ、そういうふうにして、定期的に、サブスクじゃないですけど、定期的にこう来ていただけるようなシステムで、契約というかお客様に来てもらうと、そうすることによって、パーソナライズしたその解像度によって、1回目2回目3回目と解像度をよりですね複雑にしていって、まあ、下の、をこうだんだんこう解像度を上げていくと、食べて側も、そういったこう、まあ、アプローチの仕方、食べ手側の、こう味覚の誘導というか、こういったことを考えるのも、まあ、今後必要になってくるんじゃないかなというところが、僕は思うところですね。はい。で、最後、その他ですね、うまみと塩分ってあります。これもですね、ヨタ話の2つ目の動画で、言ってますけれども、意図が、重要だと思うですね、調味料というところですね。うまみっていうのは、例えばうまみの粉がありますと、これ人間が食べたところで何これってなるわけです。うまってならないわけですよね。ならないんですよ。これなんでじゃあうまって普段なるっていうか、塩分があるからなんですよ。この塩分、塩っていうものが上手にですね、こう人間に対しての、まあ、翻訳者みたいになって、パイプ役になってくれて、解像度ちょっと下げて、人間に合わせてくれるんですよ。段階下げてくれる。ということによって、人間がうまいって感じるところまで、こう、塩がですね、うまく翻訳してくれるんですね、うまみを。で、うまいと初めて感じると。いうところで、うまみと塩分、塩の関係っていうのは非常に重要で、覚えておくといいと。先ほど言ったみたいに、改めて考え直すっていうところに、僕やっぱ塩分って言ったんですけども、それやっぱここですね。うまみっていうのはこれからどんどん今も研究されてきて、増えてます。増えてきます。塩分はなんかもう既存のものでしか、どうせ塩化ナトリウムでしょうとか、で、取れる場所が違うだけでしょうとか、って思ってると思うんですけれども、ここをよりこう解像度高く、じゃあその1個の塩化ナトリウムがこれだけ種類があってどう違うのかっていうのを、より深く、細かく見ていく、ことによって、さらにこう旨味が増えていく。塩の可能性が増えていく。
これ組み合わせる、っていうのがよりこう広がりますよね。っていうことはかなり僕たちの料理人の手札がより増えて、アプローチの仕方が増える、深みが出るというところなんですよね。次に苦味の本来の役割ですね。先ほどもちらっと言っちゃったんですけど、本来苦味の役割は毒だというところで、昔なんか教科書とかで、こう下のベロのこう絵があって、一番奥喉の近く、ここに苦味がありますよみたいなのがあったと思います。で、まあ、その時言われたかもしれないですけど、ここはもう もともと毒を感じる部分だから、まあ、ここでストッパーの役割として、ここまで来て、あ、これ苦味じゃんって言ったら吐き出せるように、だが一番の奥にあるというような説明があったところもあると思うんですけれども、まあ、そういう意味で言っても苦味っていうのは毒感知のセンサーの味覚とされてきました。まあ、今ではですね、研究では舌全体に、ゴミがあるとされてます。その昔の教科書ではここが塩味とかここが酸味とかってあったと思うんですけど、今舌全体にそれぞれまんべんなくあると言われてます。で、それは人間が変わってきたのかもしれないですし、もともとそうなのかもしれないんですけども、プラスでやっぱり舌だけじゃないんですよ。苦味感じるのは、胃腸にもあるんです。だここもやっぱ最後のストッパーですよね。出せるんで、ここだったらまだギリギリなので、そういった意味でも苦味っていうのは昔は危険な、味だったというところですね。なのでここですね、そのまあヨタ話の虫食べて喋ってる動画とかあるんですけど、そこでもちょっと言ってるんですけども、そのホルモン、脳内ホルモンとかそういう体のね、いろんなものの話とかしてるんですけども、そこでこう要は苦味って危険だってもともと思うようなものなんですね。なので闘争ホルモン、こういったもののアプローチにもなるんじゃないかというところですね。まあ、詳しくはそちらの動画で見てください。で、次に第6の味覚ですね。カルシウム、感知受容体というところで第6の味覚です。で、これはすでにあるんですね。カルシウム感知するこの味覚っていうのがすでにあると、発見されてます。何が発見されてるかというと、まずはネズミとかで発見されてます。で、もともとネズミとかっていうのをよく実験使いますよね。ラットとかネズミとか。もちろん繁殖させやすい、扱いやすい、飼育しやすい、っていうのがもちろん第一にあるんですけども、プラスで人間、哺乳類とかをこうガーって辿っていくと、恐竜が生まれるちょい前とか、恐竜前後とかに遡っていくと、ネズミなんですね。簡単に言うと。だからこう、ネズミにあるものは回り回ってこう人間にもあるはずだろうっていうようなところが研究の対象にされている部分も、あるというところで、まあ、ネズミあるだろう。ただそれが、人間になって味覚があるんだけど開いてないのか、もうすでに存在してるけどもう働かないようになっているのか、そこら辺の研究をされていると。で、これがまたね、確立されると、うまみとの時と一緒でですね、かなりその情報が出回ると。で、アプローチの仕方が増えると。だからって簡単にそんなの分かるわけないだろうと、食べて、うお、これカルシウム味だってすぐなるかって言ったら分からないですけども、これもですね、情報のバイアスとかプラシーボ効果でいろいろね、アプローチの仕方がまたあるというところですね。で、味覚受容体、まあ、これは味蕾とか言われるですね、味覚センサーです。これは人間の体に平均的に8000個あると言われてます。で、もちろん舌、ベロに一番集中します。その他には上顎にあったりとか喉にあったりします。うまみを感じるところで、さらに脳にもあります。で、胃腸にもありますというところですね。で、まあ、先ほどこのまずはやはり純粋に舌へアプローチって言ったのは、舌が一番もちろん集中してるからですね、はい。で、次にですね、今脳と胃腸って言いました、脳や胃腸の味覚の役割なんですけども、これは、食欲をコントロールしたりとか、糖質とか、そういったものをコントロールするような部分ですね。脳にはですね、うまみと、甘みを感じるセンサーがあると、味覚があると、受容体があるというようなもう研究結果が出てます。で、胃腸にはうまみ甘みの受容体プラス苦味の受容体があると、先ほど言ったみたいにあるとされてます。これは食欲とかそういう体のバランス、それを整えるセンサーとして働いているというところですね、はい。で、最後ですね、季節による味覚の変化の実態、事態と書いてありますけど、実態ですね。テロップで直しておきます。これは、まあ、簡単に言うと、簡単な例を一つだけ出します。春よりも秋の方が
味覚が感じやすいです。味が感じやすい、寛容的で味覚が開いてます。なので複雑なアプローチの料理を、より複雑な料理、1年で一番複雑なコース料理とかを出すのであれば秋が一番いいというところですね。そういった意味で季節を考えるといいんじゃないかなというのはそういうところですね。季節感ではなく、だからその味覚の秋とか、言われるのはですね、食欲の秋とか、食欲の秋とかって言われるのは、まあまんざらこうでもないというか、合ってることですね。皆さんこういう情報を知らなくても、やっぱり秋食事が美味しく感じるのは体でそういうふうに働いているからという裏付けが既にされているということですよね。なので、まあ、今ねハウス栽培とかで本来春に出回るものが秋にも手に入ったりとかします。そういった時にですね、いろんなものを食べて、行ったりとかですね、まあ、お子さんに食べさせてあげたりとかすると、秋にそういういろんなものを触れさせておくと、かなりその子供の頃から食育みたいな感じですよね。味覚のですね、その幅が広がって解像度が広がっていくんじゃないかというところですね。やっぱりこう一定の市販なものばっかり食べさせていると、やっぱね、ちょっと味覚が、まあ変な言い方ですけど、こう機能不全になってしまうと思うんですね、僕は。なのでできるだけ自然で、できるだけ幅広いものを、その小さい頃のうちから触れさせておくといいと。で、特に秋が効果的なんじゃないかなと、食育にも、というふうな、まあ、僕のイメージ考えています。はい、ということで、結論とポイントに戻りたいと思います。 1% の重要性ですね。 1% しかないです、最大で。今のところ食事をして、うまい、おいしい感じるところは、明らかに五感で言ったらもう味覚が占めてるだろうっていうような、バイアスとかプラシーボ効果、皆さんにもすでにある。だからこそ 1% 以上の、効果効能を、発揮する部分ではあると思うんです。だからこそ 1% をより 2%1.1%、1.2%、2% に引き上げようとする、その解像度を上げようとする、まずマインドと行動、そうすることによって、この 1% だからもう、じゃあもう分かりやすい、これでもう味はいいよってしてしまうと、何もこう進まなくなると、広がらなくなるというところで、 1% とはいえかなり重要ですよというところですね。で、ゴミと4種類の効果を利用すると、まあ、4種類の効果、これですね、相乗対比、抑制、変調と。で、ゴミで言うと、まあ、甘み、塩味、酸味、苦味、旨味ですね。はい。これと4種類の効果。これをですね、再び、改めて考慮していくと、より深みが出るんじゃないかなと。可能性が広がるんじゃないかなと。手札が広がるんじゃないかなというところですね。で、作りたい料理だけではなく、季節、まあ、それは秋ですね、今で言ったらピークは秋というところですね、から、まあ、お客様個人に対するそのパーソナライズ、これをですね、もう解像度をもとにですね、バックグラウンドやその人の解像度、それをベースにですね考慮していくと、まあ、より良いそのホスピタリティの提供に発展していくんじゃないかなと。もちろん最初はすごい壁がもうすでに見えてます。まあ、これ壊さないと、乗り越えないと、進まないと、今ここ、今の飲食って、別に料理に関係なく、一般の人たちもそうなんですけど、普段の食事とか、一般人の普段の食事、プロの作るものとか、で、まあ、どこを見ても、もうなんかずっと平坦な感じがしないですか？なので、何かね、そろそろ超えていかないとというところで、まあ、こういう、じゃあ脳と五感だったら変えられるんじゃないかというところで、まあ、こういう話をしますと、まあ、その作りたい料理だけではなくっていうところは、例えば本格的なインド料理カレー屋さんとか行ったとしましょう。普段その、まあ、普通の食事をしてると、で、まあ、うまいってなりますよ、それは。
本格的なインドカレー、これは本場かと、うまい。でそれが1週間に1回食べたいとなる人はほんの一握りです。毎日食べたい、これもその中のほんの一握りですよね。でそんな人たちがもしいたとしても 0.数%いたとしても、その人たちでさえやっぱこれだよなと、やっぱこれがうまいよってなるようなカレーは、やっぱりそれぞれの家庭で作っていた市販のルーを作ったカレーには勝てないんですよ。やっぱそこの解像度があるんですよ、ベースとして、なのでそこはやっぱちゃんと考慮すべきだと。だからカップ焼きそば、このカップ焼きそば超好きなんだよという人に、例えば焼きそばのイベントで、屋台のイベントとかでもいいですね、プロの料理人さんがこう工夫を凝らして作っためちゃめちゃうまい新しい焼きそば、作ったとしましょう。それ食べてもちろんうまいですよ、プロの料理人さんがめちゃめちゃ考えて作ってますから。でうまいんですけども、でももともとやっぱこのカップ焼きそば一番うまいんだよって言ってる人に、どういろいろ説明しても多分連続で食べていってやっぱこれだよなってなってしまうのは、そのカップ焼きそばにやっぱ総合的にちょっと勝てないんですよね、やっぱり。なので要は何が言いたいかというと、求められてないっていうのと、解像度が合ってない、もう許容範囲を超えてしまっている。人にそれを一生懸命説明したところで何もならないし、これからも変わらないというところで、やっぱり段階的に全体的な味覚を上げていくようなアプローチを、努力をしていくというのも大事だろうし、それが回り回って、あの人の作るさ焼きそばとかカレーうまいけどさ、なんか結局よく分かんないよねっていう風なネガティブキャンペーンになっちゃったりすると思うんですよ。そしたら料理人たち、料理人僕たち自身にとってネガティブキャンペーンにしかならないと。もともと解像度がね低い、ベースがちょっと低い人たちに解像度が高いものをどれだけ一生懸命作って考えて提供して説明しても、そこはやっぱり理解されないと。だったら理解される解像度とピタッと合うようなラインを考えて、提供してあげてピタッとはめた方が、多分ピタッとはめることはプロの料理人ってできると思うんですよ、より解像度高いものを知ってるから。なのでそういった意味でですね、ピタッとはめてあげたら、うわやっぱこの料理人さん違うなって、こっちはもっとすごいもの出せるし出したい、でもそこをピタッてちょっとね合わせて、パーソナライズして合わせてあげるだけで、かなりこうポジティブキャンペーンにバッと変わるんじゃないかなというところで、作りたい料理だけではなくというところですね。はい、ということで、これがまあ僕が考える味覚の第一階層というところですね。はい、まあ、ここら辺はまあ明日からでも、考えることからでもねできると思うので、興味ある方はですね、飲食の発展に興味ある方はですね、考えていただけると面白いのかなと思います。はい、ありがとうございました。ということで、アラポコシェンフォアボンジュアトゥースということでですね、引き続き、今回もですね、伊藤のヨタ話ということでですね、飲食に関する五感とのですね、第一階層は、今回でとりあえず五感、最後です。視覚ですね、早速やっていきたいと思います。いつも通りですね、結論とポイントからちょっと喋っていこうかなというところなんですけども、一つ目はですね、食事に関しては圧倒的な情報量、それが視覚ですというところですね。で二つ目としては、広範囲にわたるですね、アプローチのその広いその可能性ですね、がありますよというところですね。可能性がもう、もう無限大です。はい、いっぱいあります。で3つ目としては、盛り付けと演出、これをですね、改めてちょっと細分化してですね、見直すことが、まず最初の段階としては、重要なのかなというところで、そういったこう、なんですかね、主軸でちょっと聞いていただけると、いいのかなと、分かりやすいのかなというところですね。はい、で早速ですね、飲食に関する五感との視覚の第一階層ですね、やっていきたいと思います。1つ目、飲食の際の情報量ですね、いつもやってます。飲食の際にですね、視覚から入る情報量はですね、約 80% から 87% と、もう五感の中で圧倒的に多い数値ですね。前回の味覚、これはですね、食事において、最も
こう情報量が多い部分なんじゃないかと思っていた方が多かったと思うんですけれども、まあなんと味覚は 0%、 まあ言ったら 0.1% から 1% の間、しかないというところですね。一方で、今までいろいろ紹介してきましたけど、もう 80% から 87%、 8、9割を占めているというところでですね、視覚、恐ろしいほどの情報量です。もうこれで視覚だけでほぼ味とか、まあ雰囲気、その食事全体、最初から最後まで、これが決まってしまうというところが言えるんじゃないかなというところですね。はい、で早速視覚についてちょっとね、まあ喋っていきたいと思うんですけれども、食事における視覚にですね、関するものとしてはですね、もうたくさんあると、もうありすぎると紹介しきれないぐらいあります。まあ、その中でも、2番目ですね、料理自体ですね、例えば食材とか、まあ、料理されたものでもそうですし、お皿に乗った状態だったりとか、そのもう一皿のその世界、あとテーブルの上の世界、これすべてもちろん入りますと。で、まあもちろん食器類ですね、そのお皿の色とか形、とか、まあ、カトラリー、それが食事に合ってるのかどうかとかっていうのを見た目とかでもまた情報が変わってきますと。で、まあ明暗ですね、こう、明るさ、暗さとか影とか光のこの加減っていうところですね。で、これも店全体こう俯瞰してみて、ああ、綺麗だね、ではなくって、それはもうありがちだと思うんですよ。じゃなくて、席に実際座ってみて、どう料理が見えるのかとか、どうその景色が視覚で見えの中に入ってね、この人間の視覚の画面の中でどう見えてるのかっていうのを、まあ、ちょっとね、もうちょい細分化、すると面白いのかなと。またこう新たな世界が見えてくるんじゃないかなというところですね。で、あと光の色や角度、これもそうですね。もちろん、座ってどう料理が見えるのか、どうインテリアが見えるのかとか、お部屋、レストラン全体とかホテル全体がどう見えるのかっていうところですね。光の角度、色とか角度ですね。で、空間の面積や装飾ですね、これどういうことかっていうと、もちろん広さとか狭さですね、だったりもそうなんですけど、そこにまあ装飾品を置きますと。で、スペース、何もないスペースとかエリア、開放感が、もう広すぎるほどあるのか、それともちょっとね、なんていうんですかね、若干圧迫感を感じるほどいろんなものをこうガーッて詰めてですね、アンティークショップみたいな感じにするのかとか、それが例えばそういうアンティーク系ではなくて、もちろんあの植物とかでバーって埋めてしまうのか、それはですね、もちろん、そのお店のコンセプトとかいろいろ世界観にもよるんですけれども、まあ、そういったところももうちょい細かく見直してみるのもまあいいんじゃないかなと。で、あとは照明の色彩、色調、色相ですね、などなど、まあ、これはですね、まあ、詳しく話すとかなり細かくなってしまうんですけれども、なのでこれはまあ今後話せる部分があれば話そうかなと、機会があれば話そうかなと思います。まあ、光、照明にもいろんな色がありますよというところですね。で、まあ、この、色彩、色調、色相っていうのは、これもちろんお皿や、料理、とかです、完成されたり食材のもともとの色だったりとか、いろんなもので変わってくるというところですね。で、3つ目としては空間や心理の、まあ、合わさったですね、イメージから、見えてくるもの、視認するものが変わってくるというところなんですけれども、まあ、もちろんお客様が、予約したところからもう歩みを始めてますと、その後でその当日お店に向かってくるところからも、食事が始まっていると、まあ、当たり前だと思うんですけども、そこでどういう心理で来るのか、まあ、それはそう、予約の名簿にって何人で来るのか、男女なのか、同性同士なのか、大人数なのか、少人数なのか、そして夜なのか、お昼なのか、何かこう、備考欄に書いてあるのかないのかとか、そういったところで読めるところってあると思うんですよね、心理上。で、そこで、そのお客様たちが、うちのこのイメージ、コンセプトに、料理とか世界観に向けてこう来ている、その心理、的なものですね。それと空間、入った瞬間の空間、ここをどうするのか、ギャップをつけるのか、それともグラデーションのように中にこう入れていくのか、都会の中で、ちょっとね、なんて隠れ家的なところにこうグラデーションのようにいざなっていくのか、それとも都会の中なのに中に入っていくとすごく開放感があって、中庭みたいなものがあるのか、日本庭園みたいなのがあるのかないのかとか、日本なのに洋風のこう、
庭園があるのかないのかだったりとか、もう全くのね、別世界、別の空間に誘うのか、そういったところとかも、その心情の変化で、心情と空間の変化ですね、それで外から入ってくるわけですから、それで見えてくるものって全く違うというところですね。はい。なので、そういった意味を込めて、こうお客さんはどういう道をたどって、どういう気持ちでこううちの店に来るのかとか、ホテルに来るのか、レストランに来るのか、そういったものを含めて、どう自分の表現したい空間に持っていくのか、この間っていうのも重要ですよねっていうところですね。はい。で、視覚へのアプローチとしてなんですけれども、それぞれのお客様へのサービスとしてですね、直接関わるものとして、まあ、大きく2つあると思ってます。それはまあ先ほど言いましたけども、盛り付けと演出ですね。はい。まあ、詳しく後ほど喋っていきます。で、その他で言うと、空間やですね、視認型の雰囲気、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、もろもろのですね、それぞれのですね、コンセプト、まあ、それぞれのレストランやシェフだったりとか、ホテルだったりとか、そのコンセプトだったりとか、世界観などですね、そういったものがもちろん、まあ、視認してね、その見て、見た雰囲気で、あ、こういう感じっていう、あ、なんか自然な感じなのかな、なんか、秘密基地的なところなのか、隠れ家的なところなのかなとか、すごいアンティークなところなのかなとか、そういったところで、こう、視認型の雰囲気で、見えてくるものもあると。で、そこで、各、まあ、マネージャーさんだったりとか、まあ、出資してくれてる方だったりとか、料理人さんとかの世界観が分かってくるというところですね、コンセプトとか。で、最後にですね、工程地の、いや、立地ですね、によるこう視野の違いですね。はい。で、視野の範囲、これも変わってきます。で、その他の情報量もいろいろ変わってきますと。もうどういうことかというと、高層ビルの上で食べるのか、地上階で食べるのか、これによって視野が全然違いますよね、見えてくるものが。で、範囲も変わってくると。それからビルなのか、ビルだとしたらまあ都会ですよね、ビルなのか山の上なのか、同じ高さでも、で、山のふもとで食事をするのか、それとも都会の地上階で、食事するのか、そういったもので見えてくるものが違うと。海なのか山なのか、都会、山、こうビル群なのか、そういったものでも変わってくると。もちろんこれっていうのは天気でも大きく変わってきてしまうところなので、そういったところでどこまで、窓を開放的にするのか、窓を小さくするのか大きくするのか、窓の角度をどう変えるのかで見えてくるものが変わってくるというところですね。で、まあ、例えば、まあ、都会で上で見てしまうと、夜だったらまあ明かりで綺麗かもしれない。でも昼だとちょっとね、まあ、よどんだこう空気感も見えてしまうし、まあ、現実が見えてしまうというところで、まあ、難しいところと。で、まあ、一方で、まあ、そういうちょっとしたビルの中だとしても、地上階に入って、地上階のレストランだとして、奥に進むと、都会とは思えないほど綺麗な庭園が、真ん中にあったりとか、こんな広々としたこう公園みたいなところがこんな、ビルの中にあるんだとか、まあ、そういうのを作れるのって、まあ、よりでコストを低くするとしたら地上階だったりするんで、そういった意味では都会からこう大自然に、誘える環境を作ったりとか、もちろん山の上だったら、そこから見える景色もあるだろうし、空気感もあるだろうし、見えてくるものが違うというところですね。もちろん海が見えるところだとしたら、春夏秋冬で見えてくるものがまた違うと。まあ、山もそうなんですけれども、山だったら まだいろんな景色が見えるでしょう。でも海だと結構難しいところがあると。気温もいろいろあるので、そういった意味も込めてですね、高いところで食べるのか低いところで食べるのか、どのぐらい視野が広がるのか、こういったことも、重要になってくるのかなと。まあ、それに合わせた、窓だったりとか、お店の雰囲気、インテリアの置き方とか、窓の角度とか、そういったものを、まあ、ちょいちょい考えていくとまた面白いのかなというところですね。はい。で、次に、視覚のですね、第一階層としてですね、盛り付けと演出にフォーカスして、まあ、各、まあ、3つぐらいに、分けてアプローチできるんじゃないかなというところで、ちょっと、喋っていこうかなというところですね。一つ目は盛り付けですね。これ3段階あるんじゃないかなと思ってまして、一つ目としてはテーブルやお皿の上の物理的な、アプローチですね。例えばこう、まあ、山高く盛るとか、その
まあ、高さですよねとか、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その立体感とはまた違うんですけども、工程の差ですね、とか奥行きだったりとか、まあ、なんて言うんでしょうね、あとは色彩や料理、ですね、あ、料理とお皿の相性とかですね。例えばこの山高く盛るっていうのは昔からまあよく言われていて、やっていることだと思うんですけども、この工程って何かなっていうと、そのアペリティフとか出てくるときに何種類か多分ちっちゃいあのアミューズ出てくると思うんですけども、これをずっとこう下から取るのか、はたまたこういろんなこう高さからこう取って食べ進めていくのかとか、そういった意味でもですね変わってくると、あとお皿の高さですね、お皿はこう平らなもの、まあ最近は平らなもの多いですけど、なのかちょっとね高い位置からこうナイフフォークを入れるものなのかとか、そういったですね高さっていうものでもいろいろ変わってくるというところですね。はい、で次にですね、テーブルやお皿の上のですね思考的なアプローチというところで、まあこれはもうまあ、季節感だったりとかこう、まあ、イメージだったりとか、風景とかメッセージとかあの、まあ、イメージですね、あと風情だったりとか、まあ、ここら辺っていうこの何て言うんでしょうね、こう思考的な気持ち的なアプローチっていうのは日本人はあの非常に得意な部分だと思うので、まあ、なんか再構築してみたりとか、そう表現するいろいろ考えていくといいのか、それはもちろん自分サービス側よがりではなくて、この次にも言いますけど、あのパーソナライズ化した、誰にパーソナライズ化するのかっていうと、もちろんお客様のパーソナライズ化したような、ものにこう目を向けていくと、自分のところに来るお客様はどういう、 こう、まあ色をしているのかっていうような、まあ、イメージがあると思います。でそれに合った、思考的なアプローチですね、こういうのを考えるのはもう表現するのはもう日本人得意だと思うので、突き詰めると面白いんじゃないかというところですね。で、3つ目としてはパーソナライズ化されたアプローチですね。もちろんこれは食べ手側のですね、出生地だったりとか、どういう、まあ、なんかこう、調べれば出てくるようなところ、範囲まででもいいんですけど、どういうものを食べてきたのかとか、まあ、過去から現在までどういう感じの人なのかとか、どういう考えを持っている人なのか、どういう思考ですね、その好き嫌いだったりとか、思いを持っている人なのかとか、それってこう人によって違うし、それって結構毛色が分かれると思うんですね。で結構見れば分かる人とか調べば分かる人も多いと思います。であとはですね、まあそのもちろん産地だったりとかですね、お客様が、こう生まれ育ったところの産地のものをこう見えやすくするとか、そういった視覚的なアプローチいろいろあると思います。で次に演出ですね、これはですね型内容効果、こういったものでちょっと、まあ、それぞれ喋っていこうかなと思うんですけども、一つ目としてはまあ型、これ何かっていうと参加型だったり、参加型の演出で観覧型の演出で放置進行型の演出と、この3つが演出としてあると思うんですけども、例えば参加型だとしたら、まあ、薄いチョコドームをこうパリッと割ると何かが出てくるとか、蓋を開けると煙が出てきてその中から何か出てくるっていうですね、お客様がワンアクションツーアクションすると新たなこう盛り付けに変化する、味に変化する、そういったことですね。で観覧型っていうのは、まあ、代表的なのはこう目の前でフランベ火つけてくれたりとか、なんか喋りながらとか、演出をこうこちら側見て、こうライブ感を味わうっていうことですね。でそういった、観覧型の演出があると、まあ、そのサービス側が一方的にこう動いて見てもらうっていうことですね。で放置進行型っていうのはこれ何かっていうと、例えばこう発酵途中のパンを例えばアミューズが一番最初のところに時に持ってきて、これちょっとあの後で、一度お下げして、お肉の前に実際このパンを焼いて焼きたてをお持ちしますっていうような感じで、そのお肉の手前までテーブルの上でだんだんこう膨らんで発酵していく時点あの状態を見ながらそれまでお食事をすると。で、その手前まで来たらあのいい状態になってきたのでこれ一度お下げして焼いていきますねと。で肉料理と一緒にその目の前で膨らんだパンが焼きたてで出てくるとっていうですね、こう放置進行型
を、っていうものですね。であとはまあそのお口直しのちょっとしたこうハーブの効いたコンソメとかをこうくびって飲むコンソメスープみたいなのがあって、そういうのはですね、例えばコーヒーを抽出するさ、サイフォンってありますよね、ちょっとレトロな。あれで、水の部分をコンソメにして、その通常コーヒー豆をひいたものを入れるところですね。でそこにハーブとかスパイスを、入れておいて、こう火をつけてですね、コンソメ揚げて、でコンソメが香りついたら下がってくると。そういうようなですね、こう見て、上がって下がって飲めるってところまでこう見ながらですね、こう会話を楽しむっていう放置進行型とかあります。はい、で、2つ目としてはですね、動作変化、構築ライブ感、特別感っていうところなんですが、まあ、ライブ感とか特別感っていうのはもうまさにですね、例えば、さっき言ったこの観覧型とか、放置参加型とか、これ合わせたものはクレープシュゼットですね。目の前で、こう喋りながらいろいろやってくれると。で、火をつけてくれたりとか盛り付けてくれたりとか、まあ、なんか一緒にやってみたりとか、そういうことですね。で動作っていうのは、まあ、いろんなこう食べ方ができたりとか、先ほど言ったみたいにワンアクションツーアクションを起こすと違ったものになってくるとか、変化っていうのは食べ進めていくうちに温度とか、時間によって色が変わるとか、まあ、味が変わってくるとか、そういう変化での演出ですね。こう狙った演出ですね。劣化ではなくて。で3つ目としてはですね、まあ、この2つですね、それらが起因してですね、気持ちにアプローチするというところですね。この効果、好奇心とか優越感とか特別感、ライブ感、あと幸福感ですね。あとは満足度ですね、満足度の上昇と、まあ、歓喜ですね、こう喜び、そういったもの、そういったポジティブ効果の上昇狙い、ですね、そこにアプローチしていくというところの、まあ、なんですかね、狙いというか演出の仕方、演出の狙いっていうのがあるんじゃないかなというところですね。はい。まあでもすぐに変えられるとか考えやすいのはこの参加型とか観覧型とか、一番最初の型に絞っていろんなこう演出を考えていくというところですね。はい。で、最後にですね、ネガティブ因子の排除というところで、まあいろんな話するときにネガティブ因子の排除ですね、ポジティブなものばかり追い求めていてもマイナスがあったらやっぱガンと、ポジティブってちょっとずつしか上がっていかないんですよね。でもネガティブなものってガンと下がるんで、ネガティブ要素の排除っていうのがむしろですね、ポジティブなものを狙うよりも重要だというところですね。なのでちょっとこれも第一階層として、紹介したいなと思うんですけれども、まず目に見える部分の汚れとか故障、これは もちろんなんですけれども、まあ、これは NG ですよと、まあ、食器が壊れてるとかグラスが汚れてる、壊れてるとかするところですね。でまあ、オープンキッチンは特にですね、もちろん掃除とか、かなりきれいにされてると思うんですけども、まあ、それ以外に例えば調味料がちょっと見えてしまうとか、ですね、あのオリーブオイル使ってんだとか、まあ、そういうふうなこううがった見方になってしまうというところで、こう余計なものを見せないっていう部分では難しいところでもあるのかなというところですね。はい。あとはまあ奥からこう業者がちょっと見えちゃうみたいな、あの人誰みたいな、私服っぽいけど大丈夫みたいなとかなっちゃうみたいな。で、あとは食器類やですね、インテリアの、まあ、整備、まあ、これはちゃん、まあ、こまめにするとか、あと傷や損失ですね。例えば電気がこう、例えばシャンデリアとかあったとして、なんかこうバランス悪くないみたいな、あそこの部品なくないとか、こう食材ですね、キャンドルの食材の1個だけ欠けてるとか、そういった損失、だからこれはいつどこでちっちゃい細かいものがなくなってるかどうかとかっていうのはなかなか分かりえないことなので、やっぱりチェック、細かくチェックするのが大事かなと。で、まあ、最後としてはちらっと今シャンデリアって言いましたけど、電気とか明かりのですね、整備なんですけれども、これはですね、まあ、ヨーロッパやりがちなんですけども、同じ会社の同じ方の同じ今まで買っていたものと同じものを買ったとしても、なんか色違くねみたいなのあるんですよ。電球とか蛍光灯とか LED で、そういったことも含めて、すごく目のいい人って細かいシャンデリアとか見て、こう色違うよねって分かっちゃうんですよね。なのでそこも含めて、しっかりですね、やっていくのがいいのかなと。だからこうあえてこうろうそくにして、
そういったね、ズレが出ないようにする人もいますよね。そのろうそくっていうのは一定じゃないので、もともと一定を求めてないので、見る側も、なので、あえてろうそくに最初から本物の火にしてしまうところもあると。でそして、まあ、別の話なんですけども、視覚的、そっか、まあ、これ 第2階層とかになってきちゃうんですけど、視覚で言うと聴覚のところでちらっと言ったんですけど、視覚にも F 分の1揺らぎってあるんですね。でその一つが例えば木の木目だったりとか、そのろうそくの微妙な揺れだったりとか、滝のね、焚き火を見ると落ち着くとか、そういうものはあれ F 分の1揺らぎ、視覚から入る F 分の1揺らぎなんですけれども、まあ、そういったものもあると。それは、まあ、また今度ということで、なのでそういったもので、蛍光灯とか LED ではなくてですね、本物の火にするところは今増えてます。というところで、結論とポイントに戻りたいと思います。食事に関してはですね、圧倒的な情報量ですね、80% から 87%、これだけ占めてしまうというところですね。もうほぼ視覚だけで、味が決まってしまうというところですね。味や食事の良さですね、良し悪しが決まってしまうというところですね。だから確実にそのなんかこう何かこう食べさせて何を食べてるか、格付けとかもそうですけども、あれって目だけ隠しますよね。で分かんないじゃないですか、結構あれかなり難しいと思うんですけど、それはもう80何パーセントも占めてるものを隠されてしまったら、残りの5巻中4巻空いてたとしても、あれ間違えますよっていうのが、まあ、こういうところに現れるんじゃないかなというところですね。で次に広範囲にわたるですね、アプローチの可能性というところで、もう料理自体もそうだし、食器もそうだし、テーブルのものもそうだし、空間もそうだし、置いてるものもそう、そういったものはもうこの皆さんが見ている全てのものですね、見えるもので、これ頭を動かせばいろんなものに、また可能性が広がってしまうの でフォーカスしたらフォーカスしただけ細分化して見えてしまう、といったところでですね、アプローチの可能性っていうのはもう無限大にあるんですね。だからそこで、まあ一つ考えたいのは、意図的に見せるところと見せないところを作ると、視覚の誘導ですね、まあ、これも第2階層とかなってき、第二階層とかもっと下とかなってくると思うんですけれども、視覚の誘導すると、そのパワーバランス、空間の作りのパワーバランスを作るとか、まあ例えばもうライト当たってくるところを 2,3 箇所つけて、その間ってなかなか見ようとしないですよね。やっぱり光が当たってるところをこう視線で追ってしまうので、まあ、そういった視覚誘導で見せたくないものを見せないとか、見せたいものを見せるとか、当たり前なんですけども、そういったことをですね、やって、でさらにそこにもちろん自分たち の表現したいものを入れ込んでいくとか、そういったアプローチの仕方 もたくさんあるというところですね。で最後、盛り付けと演出ですね、これをまあ改めて細分化して見直すことが、まず第一階層というか一番初めにやることなんじゃないかなというところですね、はい。まあ、3つずつぐらい、紹介しましたけども、まあ、物理的なアプローチ、思考的なアプローチですね、あとはパーソナライズ化ですね、盛り付けに対しては。で演出は型と、まあ、一番重要なのは型っていうでいいと思います。参加型を考えるのか、観覧型を考えるのか、放置進行型の新しいものを考えていくのか、そういったものですね。まあ、ここからだと思います。はい。まあ、以上ですね。まあ、今回でとりあえず飲食に関する五感等のですね、シリーズ、第一階層シリーズは一回終わりというところですね。まあ、この先、第2階層を全部やるかどうかは分からないですけども、まあやれるときにやっていったりとか、この第1階層を五感のですね、それぞれの第1階層を見ただけでも、気になるところとかたくさんあると思います。僕もここ、もう第2階層 1.5 階層ぐらいだなみたいなところもいっぱいあるので、そういうところをね、ちょっとまあ、ヨタ話的に喋っていくこともあるのかなというところです。はい。まあ、興味持った方はですね、まあコメントとかくれても、嬉しいですし、もちろんもっと分かりやすく、書いてあるのが、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部というところで、やっていた個人コラムですね。そこ開いていただければ、まあ、概要欄にありますので、開いていただければですね、より分かりやすい文字で書いてあります。はい。なので、まあ、今回ヨタ話の、五感のところはとりあえずここで終わりというところですね。
はい、ということで、とりあえずいいねだけ押していただいて、動画を落としていただきたいなと思います。それではありがとうございました。ラポコシのファン、はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。